もう今日久しぶりにアナログで書いててすごい緊張してるんですよ。アナログでやるのはちょっと本当に久しぶりですね。家でちょっと試しにちょっと書いてみたんですけど、10分ぐらいで終わっちゃうんですよね。ファンの人に漫画が面白いですねって言われた時にですね、僕のそのフェアリーテイルという漫画の中で扱われているドラゴンとか近いじゃないですかね。聖獣ではないんですけど、ドラゴン僕のその漫画の中ではなんかすごい強大なものっていうイメージなんですけど、キャラクターのアイデアはもう至るところで常に考えてます。例えば面白い人と出会ったりだとかもあるし、本当に普段から落書きをよくやってるんで、その落書きの最中に生まれることが多いですね。はい、終わってしまいました。なんか全身っていうか上半身だけここなんか炎から飛び出してるようにも見えるんですけど、まあまあ好きなように解釈してもらえれば。え、キリンじゃないですか。キリンでしょうね。で、なんかでもつけましょう。そうだな、炎で出ます。60分真剣に絵を描くっていうのはね、すごいとても大変なことだと思うんですけども、まあ、せっかく参加するんでしたら楽しんで、参加してほしいなと思います。皆さんもね、描いたキリン僕もちょっと見るの楽しみにしてますので、ぜひたくさん応募お願いします。どうなんですかね、慣れると思うんですけど、恐れ多いですね、そんな。